皆さんお久しぶりです。小町です。今日はねちょっと緊急的に今動画を撮っているんですけれども、9月の3日4日という数字、この数字が先月の頭ぐらいかな、急にポンと降ってきて、9月3日4日に何かあるんじゃないかなっていうのをね、なんとかおぼろげに思ってたんですけど、それがもう明日になってしまって、で明日9月3日4日で、まあ、何もないといいんですけれども、なんかここから大きく世界が変化していくような出来事がなんかありそうだなっていうふうに思って、今日はそれのねちょっと緊急的にお話ししたいなと思ってるんですけど、まあそれが明日明後日何かあるっていうことだけではなくて、今日9月2日今日から、ホロスコープ上でも、天体の動きっていうのに、ね、大きな変化が実は起きてきています。で今日9月2日は天王星という星が逆行を始めるっていうのがね一つあるんですけれども、あと冥王星っていう星、これはもう逆行ね始まってるんですが、この逆行をしてヤギ座っていうところにサインがね移動するのも今日なんですね。で天王星だったりとか冥王星だったりっていうのはすごくエネルギーが強い天体、もう私たちの人間の意思では及ばないような大きな流れを、宇宙的な大きな流れを司っている代表的な2つ の天体なんですけれども、この天体が同時に大きなアクションを起こすタイミングは今日であるっていうところ、それから9月の3日明日が新月なんですよね。なのでちょっと先月ね9月3、4ってインスピレーションが来た時はちょっとそこまでちょっと自分ちょっと音楽活動が忙しくて天体のことをチェックできてなかったんですけど、なんで9月3、4かなと思った時に、あ、天体の方がすごい動きがあるんだなっていうところで、これみんなにシェアしておきたいなと思ったんで、今日はちょっと編集もせずポンと動画を上げてみてるんですけれども、この今日始まった天王星の、まあ、逆行であったりとか、まあ、冥王星がサインを変えるっていうところ、これが、影響がいろいろとね続いていって、また次回の流れがこうぐんと変わっていくのが11月の30日これはもう冥王星が水瓶座に移動するっていうタイミングなんですけども、まあ、これがどういうことを意味するかっていうと、この冥王星っていう星はもうね一番な影響力、もう目に見えない部分の大変革とかを司っている星で、でこれの、ね、影響で、結構ねいろいろ起きてきてるんですけれども、まあ、それが今回水瓶座に移動するっていうところで、もうその水瓶座の時代っていうのがね、もう何年も前から水瓶の時代が来るね、でエイジオブアクエリアスとかってもう世界中で言われてたんだけど、この水瓶座の時代が来ることによってもう世界がもう大変革していって、今の社会構造がもう完全に壊れていくよっていうのがもうすごく昔から言われていることで、でまあ、この水瓶座の時代っていうのが要は今日本で流行っている風の時代っていうので、言葉を変えて今流行っているんですけど、なんで風の時代と水瓶座の時代が一緒かっていうと、水瓶座っていうのが星座的に風のエレメントって言って、風の属性を持った水瓶座自体が風の属性を持ったものなんですね。水瓶だから水と思われがちなんですけど、水瓶座っていうのはまあ風の属性を持っているエレメントで、そこに、冥王星がついに移動していくタイミング、完全に移動していく、今までもねちょっとずつ入ったり出たり、ヤギ座から水瓶座行ったりまた戻ったりっていろいろね、もう今回の台風のように迷走してたんですけれども、もう完全に水瓶座にインしていくよっていうのが11月30日になります。でこの11月30日からもうガラッとね一気に変わっていく、まあ天王星が巡行始まるのが来年の1月なので、まあ天王星も水瓶座のねルーラーといって、天王星と水瓶座っていうのがすごく一緒にセットのね、セットの星座と天体なので、まあ水瓶座じゃない、天王星が巡行を始めるタイミングっていうので、また一気に来年の1月2月でさらに加速していくっていう流れではあると思うんですけど、11月のとにかく30日から水瓶座に移動していくにあたって、
まあ、いろんなことがねもうガラリとどんどん変わっていって、気づいたらこんなに変わってたみたいな状況になってるのかなと思います。でそこまでここから9、10、11とね約3ヶ月間ぐらいねあるんですけど、その3ヶ月間をどういう時間にしていくのかっていうのがすごく大切で、でこれはヤギ座に戻ってねもう最後のもうこっからが正念、ここが最後の正念場で、最近ねソウルクリエイターズっていう私コミュニティ始めて、これも何の因果か本当に9月1日からスタートで、この9月にね9月1日からこう10、11ってなっていくこの流れっていうのと、まあ、ぴったりこれハマってるんだなってね後から思ったんですけど、そのコミュニティでやっていきたいことは、これクリエイターのコミュニティだよって言ってるんだけど、このもうクリエイターで私みたく音楽やってますとか絵描いてますとか、もう自分がすでにクリエイターであるっていう必要が、そういう人たちが入る場所じゃなくて、もちろんやってる方も入っていいんですけど、そうじゃなくてもう自分は今何やったらいいかわからないとか、なんかやってみたいけどまだ動き出せてないっていう方が入ることによってクリエイター、もう自分自身の未来をクリエイトしていく、宇宙と共同創造していく、ハイヤーセルフとつながって、ここの部分の創造ではなく大きな創造、大きなクリエーション、宇宙規模の大きなクリエーションを動かしていくっていうコミュニティが、昨日から始まってるんですけど、まさにそのコミュニティで伝えたかった自分がこの世界を創造していく創造主としての意識で生きるっていうことを、しっかりとこの3ヶ月間で踏み落として、もう11月30日の時点ではもう創造主として生きてほしいんですよね。でもうまあ11月30日までにやらないと一生無理だよっていう話ではないし、11月30日過ぎてももちろんそういったことはね自分の意識次第でやっていけると思うんですけど、やっぱりなんかスタートダッシュってすごい大事だと思ってて、なんか何に関してもこっから始まるよって言われてるタイミングよりもちょっと3ヶ月より3ヶ月前ぐらいから動かし始めて準備して、で3ヶ月後ぐらいからスタート切れるっていうのがね一番何に関してもいいと思うんで、その3ヶ月がね9月に始まったなっていうのがすごい感じているので、まあ、ソウルクリエイターズね入っていただくと私が発案というか、私もこれも宇宙から下ろしたホロスコープコーチングっていうねホロスコープを使った、適性診断みたいなこともねもう全部もう全部フリーでも受けられるとか、まあ、どうやってやってったらそう魂に従ったクリエーションが自分でできて、で魂ブランディングというかね、もう自分の、自分自身をね自分でもうブランディングしてクリエイターとして生きていくっていうところをね全部お伝えしているので、もちろんそれに参加していただいてもいいですし、参加できないなっていう人は本当に個人的にそういった部分と向き合って自分がこれから何を生み出していけるのかっていうところをすごく掘り下げてみてほしいなと思います。で、9月の22、23にソウルクリエイターズキャンプっていうねキャンプを長野県のね南の方の南信州の方で南アルプスのあるあたりなんだけど、ちょっとキャンプをね私も一緒に、キャンプファイヤーしたりとかねバーベキューしたりとか、まあそういう一泊でみんなとソウルクリエイターのメンバーとキャンプに、行くんですけど、まあ、それにぜひ来てほしいっていうのがすごいあるんで、でキャンプってやっぱりクリエイトする何かを生み出す場所、みんなで生み出していくし、個人個人がなんか自分で作り出さないと、まあ、サバイバルできないよねみたいなのの一番なんていうかなライトにできる行動がキャンプだと思ってて、まあ、そこを通して、まあね、環境もいいのでちょっと川辺でねリトリートしたりとか、音楽もねボイスヒーリングって歌でこう皆さんの浄化をしていくこととかも、やる予定なんですけど、この9月22、23っていうところの、クリエイターズキャンプっていうのも、私の中ではねまず11月30のから始まる、水瓶座時代風の時代に向けての、一つのアクションであるってこともね今日ちょっとお伝えできたらなと思いました。
で、この9月3日、4日過ぎて11月30年までの流れっていうのは、今までの世界、この古い世界ですよね。これから新しい風の時代が始まっていくにあたって、土の時代っていう昔のね考え方、風の時代になるともうみんなが平等で、みんなが横並びで、みんなでつながって楽しくクリエーションしていくっていうことが、一人一人がクリエイターとして輝いていく世界っていうのが出来上がっていくんですけれども、その前の時代っていうのはやっぱり選ばれた人だけとかですね、あとは、上の人の言うことを聞いて、それをやるだけとか、まあ、そういう生き方をする人が結構多かった時代、結構クリエーションで自分からどんどん生み出してる人っていうのは逆に珍しかった時代なんだけど、なんかそういうところが変わっていくにあたって、でただ今までの過去を否定してるんじゃなくて、過去で培った何か財産であったり、自分が生み出してきたものだったり、大切な過去の遺産っていうんですかね、過去の遺産を、これからの風の時代仕様にシフトしていく、今あるアセットっていうものをこれからの時代の仕様にこう移行していく最後のラストチャンス、だから正念場っていう言葉がね出てきてるんだと思うんだけど、それがねもうね11月30過ぎちゃうと、もう過去のことを動かせないっていうか、動かしづらくなってく、もう新しいのにもうついてくっていうか、新しい流れに乗っていくのがもう激しくなっていくので、もう今更振り返らんないよねって言って、すごく無駄になっちゃうと思うんですね。でその無駄になっちゃったらもったいないので、今もうすでにある過去のものを、これからの時代仕様にこう作り変えていくっていうね、各々何か今ピンとくることがあるんじゃないかと思うんですけど、そういう期間この3ヶ月9、10、11っていうので、やってていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、ということで、もう久々にすごい緊急で伝えなきゃと思ったんで、まあ、9月3、4、明日、明後日ですけどね、本当に何事もないといいんですけれども、まあ、何かあるかもしれない、何かがあった時は、まあ、こうしようとか、まあね、本当ここ数日も結構ね、水害が多かったようで、ちょっと私は本当に、なんだろう、本当に宇宙の流れでね、フローして、こう流れるようにね、生きて暮らしてるんで、本当に行く先々なんかね全然晴れてたりとかね、もう何にもなくて、なんだろうって感じで、ニュースとか後で見て、こんなことになってたのっていう、昨日一昨日も長野行ってて、そのキャンプ場ね、みんなで行くキャンプ場下見に行ってて、キャンプ場着いたらもうその日も晴れてて、川とかも遊び行って川の中入っちゃったりとかしてたんだけど、なんか全国的には台風らしいとかって言うんだけど、全然晴れてて、で次の日名古屋でねライブがあるってね、で名古屋に台風が来てるってもうね予報円が名古屋になってたんで、あもうこれはさすがにちょっと暴風をね警戒して行かなきゃいけないんだろうなと思いながら、ぽーっと車で名古屋行ったら全く降ってないですよね。でなんかよく聞いたら、その名古屋に来てた台風がなんか一回南にそれて、でまた上がってくる謎のコースを取ってるとか言って聞いて、なんで結局名古屋に私がいる間はその南にそれてくれてて、で名古屋でライブやって、でまあ車で帰るっていう時の車で静岡とか行ったぐらいかなんか戻ってきたっていう、で、まあ、でもそこはね台風じゃなくなってたみたいですけど、なんかそういうことが結構起きてて、でなんか新幹線で最初行く予定だったんだけど、やっぱキャンプ場下見していこうみたいな感じでね、なんか車で行ったら結局新幹線も止まったらしくて、あ車で行ってよかったなみたいな、なんかそういう流れで自分はもう何にも問題ない旅だったんですけど、まあ、ちょっと皆さんね大変だったとこの地域の方はちょっと気になりますけれども、ぜひそういうね本当に宇宙クリエイターとして宇宙と共同創造していく中で、その流れの中で生きていくっていうところで、そういったなんか災害とかもかわせる、自然と回避しちゃうっていうのも実際あると思うんで、
なんかそういうこともね、ちょっとこの先ソウルクリーダーズのコミュニティではいろいろね、あの講座も毎月やっていくので、ちょっとお伝えしていけたらななんて思っております。はい、ということでね、本日もありがとうございました。また皆さんにね、お目にかかれる日を楽しみにしてます。小町でした。